トリスタン・ミュライウの「忘却の領土野平一郎のピアノ独奏」1991年の録音の CD で聴いていただきました。 8月27日のブルーローズにおけるフランス音楽回顧展「野平一郎」が開く「ザ・プロデューサー」シリーズの「野平一郎のオペラ亡命」に続いて行われる公演の中にこのミュラーイウの今聴いていただいた曲ではなくて「トラベルノーツ」という作品が入っておりますのでまたぜひこれも皆様にお楽しみにしていただければと思いますけれども続きましてはこの8月27日のプログラムで紹介される今回出てくる作曲家の中では一番若い なるわけけですけども1975年生まれですから40代前半になりますラファエル・センドっていう人の「フュリア」っていう作品が。 入っておりますけれどもこの「鮮度とフィギュア」についてちょっと野平さんにお話いただけますでしょうかそうですねあの今回プロデュースをするにあたって、はい、やっぱりあの新しい世代を一人加えたいなと思った時に、うん、今あのフランスで何が流行ってるかっていうとちょっとあれだけど<笑><笑>あのやっぱり何がその人を引きつけているのかっていうのの、うん、その作曲家の一人にこの「鮮度」っていうのが、はい、あの位置づけられると思います。うん、彼がやってるるのは、まあ、フラランンス語でサチュラシオン、うん、要する にそのあなんて言ったらいいのかなこう過剰なとか、はいはい、ちょっとこうなんかものがいっぱいあって、うん、そのちょっとこう過剰なまあそういったことのサチュレーションですよねそういった学派があの最近できつつあってで彼とかそれからあのベドロシアン っていう作曲家もいるんだけど、はい、えっとそんなような人たちの作品をぜひぜひ今回紹介したかった。うん、まああんまりまだまあ非常にそのコアなその現代音楽の催しの中ではその演奏されたりしてますけども、はい、まだなかなかその日本にこうきちんと紹介されてない作曲家で、えっと実はこれをその自分に紹介してくれたのが、うん、あのさっき話に出たマヌーリだったんですね。はい、えー、マヌーリが確かその指揮者のケントナガノとそのモントリオールで、うんうん、あの新しい そのオーケストラの作品のコンクールをやった時に1位になったのがこの仙道の作品でそれで初めてえその仙道の作品を聴かしてもらってそれでまあなんてこう色彩豊かなあのものをこうオーケストラからこう引き出すんだろうってちょっとこう考えてたんですけどそのうちにこの「サチュラシオン」っていう今あの説明したそういったその楽派をこうあの確かなものにしていくっていうことでまあ今あの本当にフランスで注目されている人あの人 だと思いますそれで、えー、今回の「フューリア」はい、これはあのチェロとピアノの作品で、はいえー、もうこれは電子音響とか使わないんですけど、うん、もう最初から最後までこうノイズっぽい音が鳴って。 その音も過剰なっていう、うん、でそういうところでこう普通の音ではこう満足できないこう音そのものもこう非常に過剰な状態をこう置かれているっていうような考え方で、えー、ピアノなんかももう特殊奏法ばっかり、まあ、あチェロも特殊奏法ばっかりでこれはなかなかあの、えー、難しい作品な、まあ、あの演奏がとっても難しい理解もとっても難しい、うん 難しい作品なんですね、えー。ちょっと言っちゃっていいかどうかわかんない。今回、はい、えっとピアノを頼んだのは秋山とも でこんか藝大で僕の作曲のクラスにいた子なんですけど実はその修士の過程で、うんえー、最近その作曲の学生も論文を書かなきゃならなくてこの鮮度とかそのさっき名前が出た「ベドロシアン」という<ー>そういったそのノイズ系の,その作曲家をこう、うん、についてタイ部の,この論文を書いたぐらい、うんえー、この辺に、えー、入れ上げていて行、まあ、ってみれば。 非常にこう専門家<あ>。<laughs> 専門家なんで、ぜひあの彼に、あのやっても,も、らいたいなと思ったんですね。それから、山、山沢さんも、まあ、あの最近、あの有名になってきた。日本の、あの日本、それから海外の。新しい作品を、とっても、興味がある。あの演奏家で、この二人の演奏で、聞いて、聞いてほしいなと。フランス音楽会古典では、その二人が、このフューリア。 という作品これも日本主演ですけど、うん、聞いていてただくと,うすと、はい、もうまさに新しい傾向と日本のもう新しいあの現代音楽器が両方こう、うん、味わえるという素晴らしい紹介の機会になるわけですね。